皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、先日開催されたスーパーライジンのメインイベント、朝倉未来とメイウェザーの一戦はエキシビションマッチとは思えないいい試合だったよな。会場の埼玉スーパーアリーナを埋め尽くした観客も大盛り上がりだったようだわね。朝倉未来も前線したけど、やっぱり50戦無敗、5階級制覇の看板は伊達じゃなかったんだぜ。メイウェザーの見事な TKO 勝ちだったな。でも試合内容が良かっただけに、試合前の花束投げ捨て事件が、ちょっと味噌をつけちゃったわね。本当だぜ。日本人の恥だとネットでも非難号々なんだぜ。でも、一体どうしてメイウェザーへの花束贈呈のプレゼンターに越前屋良太が選ばれたんだ。バカね、あれは越前屋良太じゃないわよ。花束を投げ捨てたのは、ごぼうの塔の代表を務める奥野隆だわよ。ごぼうの塔、奥野隆、そんな八百屋さん聞いたことがないんだぜ。一体誰なんだ。よし、じゃあ今回は、世間をざわつかせた、ごぼうの塔、代表、奥野隆についてゆっくり解説していくよ。よろしく頼むんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。今回の騒動をご存じない方のために、一応、事件を振り返っておくわね。9月25日、埼玉スーパーアリーナで開催された格闘技イベント、スーパーライジン、のメインイベント。総合格闘家の朝倉未来と50戦無敗、5階級制覇の元プロボクサー、フロイド・メイウェザーとのエキシビションマッチに際して、メイウェザーへの花束贈呈のプレゼンターを務めた奥野隆氏が、花束をメイウェザーの目の前に投げ捨てたのよね。あう、和服を着て、いかにも日本人代表みたいな格好であんなことをされたんじゃ、日本人の恥なんだぜ。SNS や YouTube で拡散されて、世界の人からバカにされちゃうんだぜ。この行為に対してメイウェザーは、何事もなかったかのように花束を拾い上げ、セコンドに渡すという大人の対応をして、さらに評価を上げたのよね。現役世界チャンピオンの井上尚弥さんも Twitter で、歴史動向ではなく捨てられた花束を拾ったメイウェザーがかっこよすぎた。俺なら確実に拾わん。メイウェザーに謝罪したい気持ちになったのは俺だけじゃないはず、と憤慨していたんだぜ。この騒動を受けてライジンの榊原信行 CEO は、フロイド・メイウェザーと朝倉未来戦の冒頭に本当に情けない行為を働いた人間がいます。品性下劣な男をリングに上げたことをこの場を借りてお詫びしたいと思います。日本人の恥を晒すことになったことが悔しい。今後二度とこのようなことが起こらないよう全力でやります。すみませんでした。とリング上で謝罪したんだよね。確かに越前屋良太を花束贈呈のプレゼンターに起用したライジンの代表にも責任があるけど、肝心の本人はどう思っているのか全然わかんないんだぜ。だから越前屋良太じゃなくて、奥野隆だって、何度言ったらわかるのよ。その奥野隆っていう人は何者なんだ、聞いたことがない人なんだぜ。奥野隆氏は美容健康関連製品の製造販売や、住宅設備機器の販売、メンテナンスを行う東洋ライフサービス株式会社の代表で、完全会員制高級サロン銀座一徳のオーナーなども務める会社経営者のようだわね。あう、なんだこの金ピカのお部屋は。豊臣秀吉が作らせたというゴールドの茶室みたいなんだぜ。テレビの取材でも取り上げられるようなサロンだったんだな。芸能人も御用達の豪華絢爛な完全会員制サロンとしてメディアにも取り上げられたことのあるこの銀座一徳は内装費が3億円と言われ、入店には顔認証が必要と言われる一元さんお断りの高級会員サロンなんだそうだよ。これは岩木浩一さんと格闘家のタケルさんか。こっちの画像にはプライドで活躍したバンダレイシウバや本田圭佑もいるじゃないか。オーナーの奥野隆は芸能界からスポーツ界まで幅広いジャンルの人脈を持つ人物なんだな。2015年にオープンした銀座一徳の周年祝いには、これまで山田孝之、布袋寅泰、ビーズの松本孝之、ガクト、ジェジュン、本田圭佑、井上尚弥、など様々な有名人からお花が届けられていることを見ても、芸能界からスポーツ界まで幅広い人脈があると見て取れるわよね。あう、銀座では夜な夜な有名芸能人たちが、会員制サロンを使ってエッチなパーティーを繰り広げているという噂はやっぱり本当だったんだな。どうしてそういう発想になるのよ。その奥野隆という人は、この銀座一徳で知り合った人脈を使って、雷神の花束贈呈のプレゼンターになったわけか。ところがそういうわけじゃないのよね。
今回のスーパーライジンでの花束贈呈は、オークション形式で販売された4枚限定のプレミアム NFT デジタルチケットの特典として与えられたもので、奥野隆さんが最高額の420万円で落札してゲットしたものだったのよね。あう、420万も使ってあんな恥ずかしいことをしたのか、一体何が目的なんだ、炎上商法なのか、それとも売名行為なのか。そのあたりのことは今後、奥野隆氏が何らかの態度を表明しないことにはわからないわよね。この奥野隆氏は、複数の会社の代表を務めるだけでなく、前回の参議院選挙で突如現れた、ごぼうの党、の代表でもあるんだよね。そんな政党聞いたこともないんだぜ。タケノコ族みたいなものか。全然違うわよ。政治団体、ごぼうの党、の存在が明らかになったのは、参議院選挙投開票日の1ヶ月前、今年の6月8日のことだったわね。この日、ごぼうの党、のツイッターでは投稿が始まり、公式ホームページではなゆたというアバターが党首を名乗って、主張を訴え始めたんだよ。アバターが政治団体の党首だなんて、いかにも今時のスタイルだな。名前がなゆたなんて、まさかとは思うけど仏教系の変な新宗教団体じゃないだろうな。なゆたは脳に難病がある実在する男性がモデルだそうで、応援の意味を込めて起用したそうだよ。ネーミングにはもう一つ意味があって、漢字で表す、なゆた、は億や兆と同じく数字の桁を表す単位で、ゼロの数が60個つくと、なゆた、となり、たくさんの人に支援を拡散させたいという意味も含んでいるんだそうだよ。全世界の人口が80億人ほどしかいないのに、そんなにたくさんの人に支援してもらうことは不可能なんだぜ。ごぼうの党、は若者のための政治を政策の柱に掲げ、高齢者のために負担を増やすのではなく、奨学金制度の充実や、文化芸能への支援を行い、若者が幸せになる社会を目指すと公言しているようだね。政策はいいとして、アバターが党首としてホームページを飾ったり、天狗のおじさんが登場したり、ちょっと奇抜な面が目立つんだぜ。この天狗の面をつけて演説をしているのが、ごぼうの党、代表の奥野隆氏なんだよ。ええ。この天狗のお面のおじさんが、メイウェザーに花束を投げつけた奥野隆なのか、一体この人は何がしたいんだ。ごぼうの党、では街頭での選挙運動のことを、公演、と呼んでいて、演説会場では、ごぼうダンサーズ、と呼ばれるハッピー姿の100人余りの若者たちが、ポップな音楽に合わせてダンスを踊るという奇抜な選挙活動を行ったんだよ。あう、まさかダンスに使う音楽は、将校、将校、ショコ、ショコ、将校、アーサーハーラー将校、っていうやつじゃないだろうな。それはオウム真理教が真理党として衆議院選挙に出馬した時の朝原将校マーチじゃないのよ。ごぼうダンサーズ、がダンスを終えると天狗のお面をかぶった奥野隆代表が、選挙カーに登って演説するというスタイルの選挙活動を行っていたわね。あんな格好で選挙演説をしたって、ふざけているとしか思えないんだぜ。そもそも名前も、ごぼうの党、だなんて、日本の食卓をごぼうでいっぱいにするつもりに違いないんだぜ。奥野代表は演説の中で、ごぼうは、食べるところが1メートルあります。深いところまで実がある。深いところまで意味がある。そして、根が深い。と語っていて、公式サイトには、私たちの約束、として、ネット選挙の実現、出産手当500万円支給、給食費の無償化、奨学金の金利無償化、20代の健康保険料見直し、若者世代の税制見直し、暗号資産の税率見直し、大学生のスマホ無料化、LGBTQ の支援、などを訴えているわね。あう、出産手当が500万円ももらえたら、日本の出生率が急上昇しそうなんだぜ。ごぼうの党、は SNS や YouTube を使ったネット配信による選挙活動にも力を入れ、代表の奥野隆氏の人脈を活かして多くの著名人を巻き込んだネット戦略を展開して話題になったのよ。これは、お袋さん。と、越冬ツバメの長男じゃないか、ミュージシャンともつながりがあるんだな。ややこしい言い方をするんじゃないわよ。ワンオクロックの高でいいじゃないの。他にも SNS には山田孝之が登場したり、ごぼうの党、公式サイトには顧問スポーツアドバイザーとして朝倉未来の名前も上がっているわね。朝倉未来はごぼうの党の顧問も務めているんだな。それで420万円もの大金を使ってまで、メイウェザーに難癖をつけたのかもしれないな。それはどうだかわからないけど、
他にもヒカルさんの YouTube に出演したり、メディアでは元雨上がり決死隊の宮迫博之、ロンドンブーツの田村敦史、ガクト、三浦翔平、元ニュースの山下智久らが賛同したと報道されるなど、注目を集めたけど、中には田村敦史のように、ごぼうの塔の支持を否定しているタレントもいるようだわね。今回の花束投げ捨て事件が影響して、また関係性を否定する芸能人が相次ぐんじゃないのか。それで肝心の選挙結果はどうだったんだ。街頭演説では元 K1 戦士のボブサップ、ピーターアーツなども応援に駆けつけて選挙戦を展開したごぼうの塔は、19万を超える得票を得たものの、残念ながら議席獲得には至らなかったみたいだわね。参議院選挙よりも今回のことで、すっかり名前が浸透しちゃったんだぜ。一体どんな目的であんなことをしたのか知らないけど、次の選挙には一波乱起きそうな気もするんだぜ。今回の件に関しては、今後何らかの立場を明らかにするかもしれないけど、東京スポーツの取材によれば、2018年に行われた那須川天心戦の時の、メイウェザーの舐めた態度を見て、比例には比例で返しただけとその胸中を語っているみたいだわね。あわわ、那須川天心が文句を言うのならわかるけど、どうして、結城哲也師匠が腹を立てなきゃいけないんだ。わけわかめなんだぜ。似た人の名前を次々と挙げるんじゃないわよ。今日はここまでよ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。